こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日は火曜日ということで、いやー今日もですね、ちょっといろいろテレビ収録とかがあって本当忙しくて、動画の方アップできなくて本当皆さんごめんなさい。で、今日はフォートナイトの話題をしていきたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube や動画制作の裏話などをゆるりとお話しするラジオ番組です。全19アプリで好評配信中。お好みのアプリでいいね、拡散、登録、フォロー、クリップ、応援よろしくお願いいたします。はい、さて今日はですね、まあこんなニュースを見つけたんですよ。ゲーム4gamer.net ね、ゲーム関係のメディアですけども、そこで5月11日の記事、小学生にもフォートナイトは人気、ゲームトレ小学生375人を対象に実施したゲームに関するアンケートを公開と。はい、ゲームトレってそもそも何ぞやって話なんですが、これは後でお話しますね。このアンケートでは一番見ているゲーム実況 YouTuber と一番遊んでいるタイトルについて回答されているということなんですね。だからまあその小学生が好きなゲームは何ぞやってことが分かるっていう、そういうアンケートですね。でですね、まず実施の内訳なんですが、ほぼほぼ均等ですね。1年生、2年生、3年生、4年生、ほぼほぼ60人から70人の間って感じですね。はい、でですよ、このアンケート、まずね、一番遊んでるゲームタイトル、これダントツでもないな、フォートナイトが1位、2位がマインクラフトで、3位が集まれ動物の森で、これでねほぼ半数ちょっとを占めてる感じです。まあ集まりが入ってるので比較的ね、新しいアンケートだということは分かります。でその後はポケモン、マリオ、スマブラ、スプラトゥーン、まあやっぱりスイッチタイトル強いなという感じですよね、小学生に向けてはね。そうそう。でまあ一方で、フォートナイトが1位っていうのもちょっとこの後思い当たるところがあるので、それはまた後で紹介しますね。で、次、ゲーム実況者、一番見てるゲーム実況者、これがすごいんですよ。これがねとんでもなくすごくて、1位なんだと思います皆さん。もう1位はあの人ですよ。1位 20.9% で、2位が 4.9%、 もうダントツで1位です。はい、ヒカキンゲームスです。いやーダントツですね。でそれ以降は、ちょっと継承略で言いますね。キヨ、マイゼンシスターズ、ポッキー、レトルト、実況局ダイダラ、カズゲームズ、グッチの部屋、モコウの実況、アニジャオトジャ、クン、はじめ社長、フィッシャーズ。ねえ。もうだから、で、その他ですよ。その他って本当失礼なんですけど、その他164チャンネル。だから、ヒカキンさんが2割、残り8割みたいな、そういう感じなんですよね。いやー、これはね、まあ、募集団が、375ですから、まあ、明らかに偏りがあるんですけど、まあ、とはいえですよ。ヒカキンさんの強さを、まあ、まざまざと見せつけた結果かな、という気がします。いやー、すごいですね。ヒカキンさん。そう、だからそう考えると、ほら、ヒカキンさん、まあ最近そのタイアップだかどうかわかりませんけど、フォートナイト実況ね、結構連続して投稿してますよね。なんかマイクラとかね、青鬼とか、の印象が僕はあるんですが、最近本当にフォートナイトね連投してますので、まあ、その影響もあるのかなと、ちょっと思うわけですよ。まあ最近のフォートナイトで、ね、僕自身はものすごく楽しめていて、でまあやっぱり建築が全然できないのでレベルが本当に低の低の低な僕でも楽しめるっていう意味では、
逆にね、上級者は多分ね、ものすごく物足りなくて、ちょっと他のゲームとか、エーペックスとか、COD とかどっか行ってる気はしないでもないんですけど、うん。まあまあ、それでもね、楽しめてるので、僕は好きなんですが、そのあたりね、大人の人のね、人気度ってどうなってるんでしょうかね。そのあたりはやっぱり気になるところではあります。はい。で、そもそもこのアンケートをやったゲムトレって何ぞやって話なんですよ。で、皆さん知ってました？これゲムトレっていうのはですね、実は日本初ゲームのオンライン家庭教師の会社です。いや、すごいですね。プロのゲームトレーナーからゲームを学ぼう。累計トレーニング回数は2000回を突破ということなんですね。すごいですね。で、料金プランは1回1時間で月、ライトだと月5800円、月2回。スタンダードが月4回、だから週1か。週1で9800円。だからまあ1回2500円ぐらい。で、多分トレーナーとかその先生には2000円とかなんですかね。だから家庭教師と同じ感じなんですかね。うん。ね、こんな会社があるんですね。和歌山県。はあ、合同会社、なごみ。和歌山県の会社なんですね。ほんとなんかだから、ネットらしい会社ですね。で、トレーナー募集。メディア取材。教える側としての参加希望はこちら。おお。1時間あたり1000円から2000円。プラス、受け持つ生徒によってボーナスあり。5人以上生徒を持てる方を優先的に採用します。問い合わせ欄に性別名前を教えることのできるゲーム、それからそれから実力が分かるもの、大会の成績やオンライン対戦のスコア。おお、すごいですね。いやー、まあ事業プロデューサーとかスポンサーとかいろんなものを募集してますが、こういう会社あるんですね。でもね、皆さん思いました？ゲームを人に教わるなんてとかって思った人います？でも実はね、私ゲームフォートナイトレッスンしてもらったことあるんですよ。これ前も言ったかな？前も言いましたっけ？そう、実は私そのクリエイティブが流行る前に、まあ単純にもう勝てなくて悔しかったので、ネットで検索したんですよ。こういう家庭教師みたいなサービスがないかどうかね。で、ここならっていう、いわゆるそのスキル、何か教えることを売るっていう販売サイトがあって、スキルシェアマーケットっていうんですけど、ここならというサイトがあって、テレビ CM でやってる大手さんで、そこで検索、フォートナイトで検索したらですね、ある大学生がヒットして、あ、これはと思って、もうね、ダメ元で申し込んでみたんですね。いやー、そうしたらね、すごかったですよ。僕は上達しなかったですけど、教え方はね、ほんとうまい。元大学講師をやってた僕が言うんだから間違いないです。すごいね、教え方上手で、どれくらいうまいかっていうと、もうあらかじめ自分でクリエイティブで射撃練習場とか建築練習場とか作って、そこに呼び入れてボイスチャットで、レッスン、こういう風にやってください、こういう風にやってくださいっていう風にやってくださって、1時間とかだったかな。おっと、 Google 音声検索がアシスタントがGoogle アシスタントが反応しちゃいましたね。何を持って反応したんでしょうね。オフにしないといかんですね。そうそう。まあ本当はね、ボイスチャットでレッスンしちゃいけないらしいんですけど、そう。結局、ここならの、ほら、音声システムを使わないと課金のあれが分かんないから、本当はダメらしいんですけど、まあ当時はね、ここならのシステムをそんなにね、こなれてなかったのか、そうそう、それでレッスンをしてもらったことがあるんですよ。まあそれでもね、僕自身が、下積みというか練習をしなかったので、うまくはなってないんですけど、でもね、教え方は本当うまくてびっくりしました。こういう風に、練習するのをひたすら繰り返していくといいですよっていう、その練習の仕方のコツをそもそも教えていただいたので、ものすごくね、参考になりました。で、あとやっぱり上手い人に
直接気軽なく一対一で質問できる、そしてそれがすぐ返ってくるっていうのはね、ものすごくね、ありがたいなと思いましたね。本当僕おっさんなので、でましてその周りにねフォートナイト知ってる人が全然いなかったので、そういう状況の中ではね、やっぱりなんか手取り足取り最初から教えてくれるっていうのはね、ものすごく助かりました。だから全然ね、安かった、僕に言わせれば安かったですね。全然時給2000円じゃなくて普通に時給5000円ぐらいで出しても良かったような感じの、ぐらいの、レッスンでした。はい、ですからまあフォートナイトに限らず、その e スポーツっていうことがやっぱりそのカルチャーとかビジネスで根付いてくると、まあああいった小学生、ああいった認識の小学生が大人になる頃にはやっぱりね、なんか違ったビジネス展開が広がっていくのかな。それから e スポーツプレイヤーの人もやっぱりね、第一線を退いて、で特に e スポーツプレイヤーの方って引退早いと思うので、そのセカンドキャリア、そういう市場もできていくんじゃないかなっていうふうに、この記事からはいろいろと妄想しちゃいました。でなんかゲームトレっていう会社もあるんですね。いやー、だからこういう e スポーツとかゲームに関するビジネスも、皆さんも興味があるたらですね、調べてみて、例えば進路とかね、そういうのも考えてみるといいかもしれません。みんなでね、フォートナイトゲームいろいろ盛り上げていきましょうではないでしょうか。はい、というわけで今日はちょっとフォートナイトよもやま話ということでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。